それでは部品の方のパーティングラインを今日は消していくだけの動画になると思います。まあなんか気になる点あったら喋っていきましょう。リアのサスペンションのフレームなんですけど、まあ一瞬こう見るとパーティングラインに見えたんですけど、モールドラインですね。ただ若干やっぱりプラスチックがこう、そのエッジのとこで立っちゃってるんで、ちょっとなだらかにしてやります。細かい部分なんですけれどもね、ブレーキのマスターシリンダーの蓋を、研ぎパテで作っちゃいました。これは例の自作のホースですね。インタークーラーつながってるホース。後ろの方はまああんまり見えなくなるんですけど、ラジエーター側がそのホースの端部とパイプがつながってるところですね。これが見えちゃうんで、その段差を削って作ってます。で、まあ、留めバンドは後でアルミテープかなんか巻いてやりゃいいんですけれどもね。とりあえず今はこのモールドをつけようかなと思いまして。まあ、掘り込んでます。掘り込んでるだけです。サスペンション触摩擦そばですね。これが朝日が差し込んでますけど、真横から太陽光が入ってます。サスペンションのショックアブソバー、バネの内側が、インナーなんで細いはずなんですよ。ここよりも細いはず。まあ一番これはまあダボだからね。ただまあこのダボより若干太い、本当はダボぐらいまでじゃなくていいかな。バイクじゃないんで。ダブルよりちょっと太い幅、このアウターケースよりちょっと細くしたいんですよ。で、まあ当然、今、ハサミで切り取った。ハサミで切り取った。まあ、昔はこれニッパーとして使ってました。クラフトチョッキは。で、まあ、どのみちパーティングラインを落とさなきゃいけないので、あと、ここに押し出しピンが1箇所あります。これも含めてですね、加工なんですけど、まあ単純に目立たヤスリで削っていくだけです。まず、この邪魔くせえダボを 取っちゃいます。コイルバネのモールドを切り飛ばさないように。まあざっとでいいっすよ。どうせこの後ヤスリを入れるんで、もう単純に目立てヤスリ、このボルクセ目立てヤスリ、これもかなり長く使ってますね。僕の人生の半分は使ってます。買えよ。で、まあ中でね、深淵に していくというのは土台不可能なんで、まあ要はこの中で八角形を作ってって鳴らしてやればいいのかな。まずそのために、よ、四角に4面を、この面、パーティングラインのある面、この面、またパーティングラインのある面で、4面でこう落としていけばいいと思います。とりあえずね、思いますじゃなくて 落としていくんですよ。
で目安としてはやっぱりこのダボピン、これより若干幅があるかなってぐらい、幅っていうか直径がね、まあコイルバネのモールドがあるんでよっぽど薄くしても折れないとは思うんですけどね。でタンブ、タンブに関してはあんまり攻めると狭くなってるところ、これはもうどうしようもないんで、ここあんまり攻めちゃうとコイルバネモールドが消えちゃいますからね。そこはもうそこそこに、まあ、こっから始めるより力始めたらいいかな。パーティングラインある方から、目安としては削りやすいですからね。で今一面削り終わりましたね。わかるかな、これはどうだろう。ちょっとわかんないかも。あ、こんな感じですね。もうちょっと細くしてやってもいいかな。いや、こんなもんでいいか。隣の面に、まあさっき、あ、さっきやってたのはこっちか。あ、結局こうやったんだ、ここやった。4面終わったんで今度は角ですね。今の4面できた角を少し斜めに落として、八角形、中で八角形を、まあ、正確な八角形作る必要ないですから。で当然パーティングラインもね、コイルバネの頂点にパーティングラインが走ってるんで、まあ、ついでにこの部分のパーティングラインも落としてやります。でここのここにも仕出しピンが1個あるんで、一応、あ、これは見えなくなると思いますけどね、多分。だから、まあ、この程度でいいでしょう。で、今の中がまだ無双板のとこが荒れてるんで、かなり、これはクリーニングスポンジのやっぱり600番かな、600番ですね。まあ角を入れるような感じでいいと思います。まあ、理想言えばもうちょっと中をきれいに掃除してやればいいんですけど、まあ見えないですからね、ほとんど。もうこれでこの辺で、まあ気持ちの問題ちゃ気持ちの問題かもしれない、この違いですね。ブレーキのキャリパーなんですけど、ここに日産って文字も入ってるぐらいなんで、もう一手間、もうちょっと、追加したいと思います。使うのは、これですね、伸ばしランナー。とりあえず、伸ばしランナー作るとこは割愛しておきます。まあ、適当な長さに、大体どうかな、5ミリぐらいかな。
5ミリないか、3ミリぐらいか、3ミリもない、2.7 ぐらい、まあピンセットでつまんで接着剤をつけられるぐらいですね。これ何本か作ります。どうだろう、6、10本ぐらいかな。今10本作ってないですけどね。次に、接着、瞬間接着剤なんですけど、サラサラとドロドロ、まあ通常の瞬間接着剤とゼリー状ですね。まあこういう牛乳パックの裏なんかに、離しておきまして、混ぜちゃダメです。まあ、さっきのピンをキャリパーの、なんだろうな、これ冷却のリブかなんかこうついてるんですよ。こことここ、それからここですね、両側あるんですけど、まあ内側は見えっこないんで外側だけ。 あともう一個長いのが一個いるわ。一個二個、ちょっと長めのを2個、まあ、長めのを2個なんですけど、この長めのがこれぐらいですね、4ミリぐらい、ここの真ん中にこうくるんですよ。でちょっと癖をつけたいので、若干アルがかかってますから、アルをつけてやる。筆なんか仕当てて、アルはつかない、よいしょ、まあ、こんな感じのアルですね。見えない、見えにくいね。こんな感じのアールを作って、でまずゼリー状を、まずこの接着面にゼリー状をつける。あまりたくさんつけなくていい。で次にこの普通のサラサラをつけると、でこの真ん中あたりに置いてやると。でなんでこれやるかっていうと、硬化に時間がかかるんですよ、ある程度で、まあちゃんと固まると、まあ要は時間の調整が効くってことですね。さっきのちっちゃいのは、ここに並べていく、飛び出ても構わないです。逆に飛び出ないといけないです。飛び出たのは後でね、カットしてやればいいんで。ピンセットに接着剤がつかないように、で当然固まる硬化のに時間がかかるから触れないですけどね。まあ雰囲気です。で反対側もう作っちゃってるんですけど、こんな感じですね。こんな感じになります。飛び出たとこはニッパーで切って
で、ヤスリをかけてちょっと斜めに落としてあります。数は適当ですね。まあ、あのホイールの隙間、穴から比較的見えると思うんですよ。いつも思うんですけど、ルームミラーですね、なんとかならないのかなという気がしてきました。特にこの頃のルームミラーはあのニョキッと棒が生えてるだけなんで、このステをね、なんとかしたいんですよ。ステ切っちゃいます。なんともならないやつは取っちゃいます。で、まずこの厚みですね、2ミリ近くありますね。2ミリ ×24 ですよ。5センチの厚み、5センチの厚みを持ったルームミラーってすごくないですか、ね、これぐらいあります。なのでちょっとだけ薄くしますかね。ちょっとだけ。ああ、またこうやるのか。削るのも大変なので、怪我しないように、ちょっと無理かな。小さいもんね。何か。こういう彫刻で使う、こういう台、まあ、これ自作の彫刻で使う時の台、なんだこれ、プラ板のかけらかなんかが、これで少なくとも向こう側は使い棒されてるんで、少しは削りやすいのかなと。少しずつ彫刻刀で段を落としていきます。割らないようにね、まず割ってしまったらプラ板で作っちゃえばいいんですけど、できるだけ同じ厚みがけこう削れていくようにね。で、まあ当然最後はヤスリで平滑にします。とりあえずルームミラーステーは真鍮線ですね、 0.6 の真鍮線を、まあ、曲げて刺してって感じです。車体側がね、ちょっと加工しないといけない。これですね、ここに入ったのかなって感じするんだけどな。もっと支柱がもうちょっと細かったと思うんですけど、まあいいです。まあ、これエポキシパテかなんかで詰めちゃって、でそこに 0.6 の穴開けますかね。詰みはこんな感じまでなってます。じゃあ次ネクスト、そう今のそのエポキシパテで穴を埋めようのつながりで、一応シートバッグ、この変なくぼみね、これもちょっとエポキシパテで潰してやろうと思います。
まあ室内の下の方ですからね、見えないかもなんですよ。ちょっと置いといて、そうだな、30分、1時間ぐらいかな、この気温なら。今日ちょっと寒いんで、1時間ぐらい置いといて、もう一回形を整えます。で彫刻刀で削ったりヤスリで削ったりなんで、まあ、表面がこんなにガタガタしてます。もちろん最初のエポパテをね盛るときにもっとうまく成形できればいいんですけど、でこのガタガタをポリパテを使って鳴らしていきます。まあ、これ使うのは救急工房、車の補修に、部品の補修に使ったやつですね。残りです。もったいないんでね、こっちを使ってます。もちろん、タミヤとかの、あとウェーブとか、そういったところの専用のものの方が手取り早いですよね。3ミリぐらいまでは、厚塗りができますので、ね、3ミリ超えるとどうも肉寄せが、まあ、硬化してから痩せていくってことですよね。ナンバープレートも一応均等に薄くなるように、もう今サンディングブロックの上で削ってるんですけどね、削りすぎるとナンバープレートなくなっちゃうので、こんなもんかな、半分ぐらい。半分ぐらいになりましたね。そんなもんでしょ。でナンバープレートは結構粗いヤスリで削ったので傷が深いんですよ。だから時パテを塗って2度目にします。2度目にします。時パテがなんか濃いな、絶対濃いな、これは。まあいいです、同じことだから。なんですね、マフラーがちょっと穴が浅いので深くしてやります。これがどうだろう、2ミリないじゃないかな。今ここ掘り終わったんですけどね、まあ倍、4ミリか5ミリぐらいまで塗ってますね。でまあ最終的に中は黒く塗るんで、ある程度深さいけばいいのかなと思うんですけど、わざわざ光を当てて懐中電灯使って覗く人はいないと思いますから。外側の、この一番エッジの部分ですね、一番後ろの部分、これが薄いのでそこを傷つけないように、また掘りすぎて斜めに入っていってると今度マフラー買ったそのものに穴が開いちゃうので、これも避けたいですね。こんなもんでしょう。
この違いになります。どうのかな、まあ、この違いですね。仮組んでみました。エンジンルームこんな感じですね。やっぱりこのインタークーラーからターボにつながってるのかな、多分のパイプの追加と、あとここのウォーターパイプですね。この追加でかなり密度感は増したと思います。ただ後ろの方ですね、実写の写真見るとこの辺りもっとごちゃごちゃっとしてるんですよ。まあ、パイプが太いパイプが2本か3本あるのかな、 U ターンしたりいろいろやってます。でここになんかこう丸いドラム状のなんかがあるんですよ、なんかが。まあその辺りとか、あとはバルクヘッド周りですかね、そこまで やるとちょっと大変なんで、まあこの辺りちょっとなんか追加してみようかなと思います。そしてこちら側ももう少しこうケーブル張せようかなと。まあただあんまりごちゃごちゃやっても鬱陶しくなるんで、どの辺でとどめるかですけれどもね、今後の課題ですね。まあ追加したオイルフィルターはこんな感じです。この丸いのです。裏側はこれが追加したのってないんですけどね。あとステアリングの両側のスイッチケースですか、引け、これだけ目立つので、これは引けの処理はやった方がいいですね。あとさっき気がついたんですけど、ヘッドライトのライトケース、この上にパーティングラインが見事に走ってたんで、まあ、これは非常に目立ちますから、ちゃんと処理した方がいいですね。それじゃあ、今回はこの辺りまで。次回はボディの塗装いけるかな。それではまた。